チトラベル2日目です。2日目になりました、天狗な。あのね、うん、寒いんですよ、夜。そうですね、なんか結構冷えますよね。ほんで、車中泊だって言って、聞こめみんな、死ぬぞって言って、はいはいはい、あーって寝てたら、うん、暑いんだよね、次。まあまあ、そういう時期ですからな。結構な勢いで車の中蒸してました。何なんだろう、あれ。外出たら、ふわーっていい風みたいな。そうですね、うん、確かに確かに。でもそこいると、おーサビサビってなって、入ったらまた暑いんだよ。そう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 。な、どういう温度差なんだこの新潟ってとこはよ。新潟だけじゃないかもしれない。今ちょっと難しい気候ですもん、ね、暑くなったり寒くなったり。うんざりだよ。もうね、食べるとこ探すのにも一苦労だもん。まあそうですね。ねえねえねえ。ガストありましたよ、ガストかよ。もうちょっとこだわろう。結局ガストですないんだ。行ってる時間も行ってる時間ですもん。まあまあね、でしょ、うん。まあ、でももうちょっとこう新潟の食べ物をこうちょっとこう堪能して米食ってなさいよ、米、うん、米食えば間違いない。バリ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 って食っとけばいいですよ。せめて炊きましょう。じゃあ、あれですかね、ガストで出てくる米ってのはやっぱり新潟の米なんですかね。なわけないじゃないですか。違うねえ、当たり前でしょ。ねえ、もう何、ガストがこの米だって出す米やの。でも どっかで買ってきたやつでしょうよ。だって新潟産の米だって言ったらどっかでも高く売れるわけでしょ。そうでございます。ガストの地元のそんなとこに売るわけないでしょうよ。そうでしょ。売るとしたらだよ、ザー、はい、これでキロ800円ですって言って、あれ、なんか余ったな、そこ置いとけ、チャラチャラって言って、たまったのがガストに行くんですよ。それでも腰引っ張るよ、腰引っ張る。ほんとかね。ポプラってコンビニがあったら、それ新潟産腰引っ張る。ああ、ポプラはよく知ってるよ。ポプラね、ご飯大盛りできる。できるね、あれ。すいません、こんにちは、ポプラの仕入れ担当です。ああ、どうもどうも。どうもよろしくお願いします。私どもですね、はい、やはりローソンさん、セブンさん、セブンイレブンさん、はい、その方たちのですね、はいはい、おにぎりに勝ちたいと。どうしても勝ちたいのか。はい、はい、そういうことでですね、うんうん、新潟産コシヒカリを、はあ、ぜひ我々のおにぎりに使わせていただきたいと。はいはい。ということで今日お願いに上がりました。はいはいはい。ポプラのお弁当って果たしてうめえのかと。はいはいはい。まあ僕は買わないですけど、それだったら1でもセブンイレブンかなと思うんですけど、そうも言ってられません。なるほどね。なるほどね。ね。はいはい。ということで、ぜひ私どもに、キロ50円で売っていただけないでしょうか。キロ50円でかい？はい。でも君、嫌いなんだよね。何がですか？あの新潟のお米が。というよりも私今ダイエットしておりまして、はい、炭水化物抜きというものをやって、ここ1週間ご飯って多分 100g 食ってません。お願いです、売ってください。関係ないだろそれは。全然関係ないよな。お願いです、売ってください。ちゃんと進めてこい。何がですか。米のね、その良さだよ。こうしきらしっかりからね、のそのどういいんだよ、そのあなたのがその、はい、押す、進める米の良さをちょっと我が輩に伝えてみて。わかりました。日本人はバカですから、コシヒカリってついてりゃ、まあ何食ったってうめえなって言ってくれるんですよ。これが夢ピカリとかなんかいろいろありますが、それだと無理なんです。夢ピカリでもコシヒカリって言ってたら味もわかんないくせに、やっぱコシヒカリは一番だねっていうのが日本人ですから。なるほど。お願いです、キロ50円で売ってください。それで、ああ、なるほどな。それを何、どんどん君はじゃあちゃんと、まあ、米は食わねえわ、はい、ね、こっちのその押したい米は嫌いだわ、はい、だけども、そ、米を売りたいわけだろ。てかおにぎり売りたい。おにぎり売りたいんだろ、うん、ほんのちょっとしか入ってないたらことか。ポプラ仕入れ担当でございます。あ、どう頑張ろうと思ってます。頑張ってね。ポプラを日本一のコンビニエンスストアにしたいです、うん、それは君がどういうふうにそのポプラを大きくしていくつもりなんだ。その米だけじゃ難しいぞ。はい。あとは何かないのかい。やっぱりエロ本の充実です。
あ、立ち見できるようにします。おお、なるほど、はい、はいはいはい、それで売れるのかい。それはですね、立ち見してるじゃないですか、エロ本を、うん、とか、はい、とか言えば、うん、そそくさと帰らず、何、うん、か買って帰るからです。なるほど、なるほど、なるほど。恥ずかしい気持ちを利用するということね、はい、なるほど。私は決してエロ本を立ち読みしに来たんではありません、はい、ちゃんと物を買いに来たんですというアピールを彼らはするからです。なるほど、なるほど、なるほど。ですから、うん、ピザッツも人妻50歳、うん、そういったものも全て立ち読みできるようにいたします。なるほどね。これで僕ら日本一、僕らはそこを売りにしたいのかい。したいですね。なるほどな、はい、うん、お願いです。キロ5キロで腰光持ってた。エロ本と全然関係ねえからな。そんな感じです。なるほどね。あれ、俺まだ何すぎましたよ。君は俺今ね、ゾッとしたんですよ、はい、結構こう向きながらコントやってたじゃないですか、はい、前見てなかったんですよ。いや、すごい多いよ。やべえ。だから大丈夫ですか。誰が言ったじゃないですか。前もってあそこで左曲がってくださいねって。ああ、言ってましたね。絶対これどうもないないですが入るなと思って。どうもないノーシューズ入ったら僕は口を出さないから。いや、まあまあまあ、そのモードによってはしょうがないな。そうですね、それはしょうがないでしょうね。だってポプラ、ポプラを売りにしたいからね。売りにしたいから。いや、ポプラはその場で。ポプラって言ったのはあんただろ。まず何と言って振ってきたのお前。ポプラその場でって何ですか。ポプラは、はい、の弁当はその場で米を入れてくれる。あ、そうなの。そうですよ。俺知らないからさ、大盛りにしてくれたりとか、おばちゃんが、ケーキよかった、気前いいおばちゃんだったら、そうそうそう、まあ、あんた若い子だから、しかも超大盛りね、もう蓋が閉まらないぐらい、そう、本当、あのね、大盛りって言わなくても、もう大盛りなんですよ、そう、そうなんですよ、大盛りでって言ったら、もう本当にこんもりも、もうすっごい、もう、蓋が閉まらないぐらい入れてくれるんですよ。ポプラ、ポプラ、だいたいコンビニ後ろに温め電子レンジある。うん、電子レンジの隣にね、松屋とかにある炊飯ジャーがあるんで。しかもね、米うまい。そう、うまいんですよ。コシヒカリだから。うん、なので、ね、ポプラコシヒだから、多分コシヒカリだから。これ水沿いでいいですね。ほんで曲がる感じですね、うんうん、あ、そう、米うまいですよ。いや、うちの近所なんかないからさ、ポプラ、まあ、だあんまないですよね、ポプラ。広島結構ポプラがあった。今はだいぶセブンイレブンとかに取って代わられてる。結構ポプラよく使ってたんですよ。うんうん、ご飯美味しい。コンビニなんだけど、そういうシステムなんだ。そうです、そうです、そうです。はぁ、うん、だから、米のスペースだけ抜いた弁当が、うん、並んでて、そう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 、それを取ってカレーとかもね、うん、カレーとかも、カレーとかも、カレールーが、の袋がポンと置いてあって、うん、まあ、パッケージに入ってるんですよ。はいはいはい。そんで、ご飯は後で入れるんです。あったかい。で、お願いしますかって言って、お願いしますって言ったら、本当に蓋が閉まらないぐらい、こう。そうね。そんなに米使っちゃって大丈夫なんですか、うん、だから、ポプラは本当米を売りにしますよ、マジで。あ、だからさっきの、どうも何々シリーズみたいな営業マンが、お願いです。キロ50円で売ってみてくださいっていうぐらい。頑張って。でも、エロ本は売りにしないですよ、でも。そうそうだよね。ご飯、てんこ盛りを売りにしてるから。そうそうそう。でも、その案はいいですけどね。なるほどね。そうです、そうです、そうです。いや、GTG はポプラを応援します。応援します。ぜひ、セーブフォントね。そうそう、セーブフォントも素晴らしいですからね。セーブにもいろいろ助かる。なるほど。なんでポプラの話になってんだ、これ。米ですよ、米。あ、米、コシヒカリね。だから俺ね、今、どうもられないシリーズでも言いましたけど、はいはい、ちょうど今、うん、ダイエット中なんですよ。うんうん。うん。そうですね。なので、今、肉体改造中ですからね。そう、炭水化物抜いてるんで、はいはい、結構米今ガーッと食えないんですよね、うん、今米食ったらマジうまいっすよ。マジで超うまいっすよ。あ、だからちょっと新潟に対して届きもしない女、はい、だからちょっとイラッとしてるのかな。なるほどなるほどなるほど。なんか片思いで思うとこれは無理だなと思う女って、なんか悪口言いたくなるじゃないですか。なるほど。ああ、でもまさに米が食べたいなっていう思ってる時に来る新潟ですからね。そうですね。確かに。あ、だからまあ先週はね、うん、まさか、うん、
あんなどんでんが来るとは思わなかったじゃないですか。確かに確かに、うんうんうん、もう昨日のね朝方からずっと俺怒ってるわけじゃないですか。はい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 、なんかここはーって言って、うんうんうんね、そうですね、新潟県知事来いこらーみたいなね。はい、もう大将と大将として話さないとダメだみたいなね、うんうん、ラチャがねえやっていうぐらい怒ってたんですけど、うんはい、少年少女たちがねやられちゃうみたいな、一生懸命、まあ、あの宮本武蔵さんってね、うん、なんで引退しようと思ったかっていうと、はいはいはい、その合戦の時に、うん、自分一生懸命頑張ってたんだね、はいはいはい、まああの士官できるように、うん、バンって足に何かが当たったんですよ。ほうほう、なら敵の側の村人の子供が投げた石に当たったんですよ。はいはいはい、それであもう俺終わった、ほう気づかなかった、なるほどなるほど、っていうんで引退されたようにね、はいはいはい、僕もですねまさかガキどもにやられるとは、はい、かなりのね気持ちいいカウンターでしたから。そうですね、 500m 先あれですね、あれを右に曲がればいいんですね。それもこっちから攻めていったからね、何をやってるんだい。そう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 、せめて、え、あの潮干狩りっすよとか言ってやっぱりなとか言って笑ってやろうと思ったらゴミ拾いっす、海岸清掃です、泣きやがってプロレスラーですか。お前、俺のこの4週分の構成を全部お前ぶっ潰しやがったな。この前ノア見に行きました。でも俺はまだ戦うよ、まだ俺目は死んでない、でも目は死んでないっすよ。目は死んでないっす、ムタイさん目は死んでないです。目は死んでないです、ね、どうなの、 まだ言うかい、何新潟に対して言うよ。まだ言ってきますか。まだもう、まだまだまだ言われます。もう無理だってって言って、うん、みんながやってんだけど、いや俺やれるみたいな。そんな感じ。なるほどね。あんたって人は状態。なるほど。だから簡単が今まで苦しいって言った何かって言って、もうやめたいとか言った何か、その姿に俺は涙が出る何って言って一歩の猫田さん状態。まあやめたいとかガンガン言ってますけどね。こうやってね、今のシーン絶対分かんないですよ、みんな。高村対ブライアン・フォーク戦ですよ。本当に。まあね、こうやって何が起こるか分からないからね、まだね、今日も多分何かが起こると思いますよ。でもこれ、今からね、うん、まあこう言ってくれっていうのは、なんかヨシがね、はい、監督、今回のは楽しいですから、はい、うんうん、ここは楽しいですよ、はいはい、絵にもなりますよ、うん、でね。なんかね、あのせんべい作る工場らしいんですよ。ほう、せんべい、うん、で、自分の、はい、そのオリジナルのも作れるらしいです。マジっすか。うん、え、オリジナルせんべいって、え、え、それ、なんすか、米から作る。そんな大掛かりかい。そこまでじゃなくて、まあ、体験金額みたいな。工場入れるんかい。工場見て、まあ、あのせんべい王国で。せんべい王国、はいはいはい、新潟といえば米、もち米、うん、もち米を使ったもちろんせんべいだって作るね、はいはいはい、作らざるはええねん。まあそりゃそうですな、ね、米余っちゃう時もあるからさ。やっぱりあのお腹が減ってるとイライラしてきますので、おで自分で楽しくせんべいを作っておいしくいただいて、うんね、お腹を満たしていただいてですね、はい、にこやかな新潟を楽しんでいただこうと。なるほど。ただまあガチシリーズですから、はい、ガチトラベルですから事前に許可を取っておりません、はい、で我々はここで待ちつつヨシが走ってって、うん、すいません旅番組なんですけど、はいはい、なんかやってるの撮ってもいいですかね、うん、って言います。はい、言ってくれるでしょう、ヨシは、うん、ねえ、てんちゃんが言ってもいいんだよ、はい、行って帰ってきて、あーダメらしいっすって言った瞬間、もし今の段階でピーピーってなってたら、はい、もう言っときますよ最初から、はい、断られたんですよ。入ったらね、入らないことを祈ってて、ね、うん、今祈っててもあるんですよ、ね、だからその後と断られるシーンをね、うん、これどっち、まだまず道なりで、はい、あのどうのこうの言っても、はいはい、あの
許可もらえなかったってことだから、うん、まあそうですね、まあ、アポはちゃんと取らないといけないですからな、ね、一円本舗玉三郎だってよ、よし、おいいじゃん、ほほ全部100円で遊べちゃうだって、でまた嫌な思いさせられてまた火に油を注ぐんだよ。あのあれです、先週のあれでパチンコ屋もねえなって言ってましたけど結構ありますあるね、結構ありました、あれだん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 いつもの様相になってきたよ。ゴルフショップがないもん。なんでもう一人入れてるんですか。ゴルフショップはまあしょうがない。中古ゴルフショップをてんちゃんと見に行きたいもん。ああいいですね。これいいね。うん、いいですね、いいですね。ないだろ。なんでかわかる？なんですか。ゴルフ場がないからだよ。おお。ゴルフ場ないですか、ね。ゴルフ場あるぐらいだったら田んぼ作るだよって。米をね作って作って作りまくるだよ。なるほどね、面白いそうだっていうのが新潟からだからですよ。なるほどね、じゃあ次お会いするときはそのせんべい屋さんか、はい、また社内かだね。社内だったら断られたんだね。そうですね、うん、それで楽しみにしておいてください。じゃあここではいとか言って前だったら、うんうん、あいいですよっていう話になって、はいはいはい、宣伝してくださいね。そうですね。悪いけど、じゃあどっちだろう、さあどっちだろうな。まあ多分まず P が入ってないから OK もらったんでしょうね。なるほどね、分かんないよ。断られたところをあれだ、あのバーン出しちゃうよ。うん、頼むから頼むから、うん、アポをうまくいってくれ。知らないもんそんな。我々はGTG 対新潟県だ。ということで、じゃあ次へお会いするときはどちらかですか。バリンバリン、あ、よし、映ってないです。いや、というよりも許可いただきました。皆さんご存知のお菓子、皆さんもう知らない人いないですよね。うん、バカウケのバカウケのですね、知らなかった名前、これがバリンちゃんでこれがボリン君です。ねえ、こういうのもちゃんとあるんですね。あのバカウケのふるさとでございます。本拠地でございます。我が輩、バカウケの大ファンでございます。そう、俺ね、ただのせんべいのとこだと思ったんですよ。そうですね。あそこ見たら、バカウケじゃないですか。はい、これは許可くれないよって言ったら、うん、はい、あの、変な表現だけしないように、はい、ってやって。非常にあの気持ちよく、うん、許可をいただいて。すごいですよ。まずここが手焼き体験コーナーでございます。はい、テーマパークになってるんですよ、はい、手焼き体験コーナー、はい、でそこあそこにバカウケのね、はい、いろんなグッズとかも売ってる。そうですね、わくわくわくでございます。そしてあそこにバカウケ稲荷、開運バカウケね。まずそっちからいきましょうか。本来であればここはですね、はい、あのガチホワイトのガチホワイトの候補に上がって、候補に上がった、結構あのちゃんとした稲荷ですか。俺バカウケ稲荷だっけ。そうですね、っていうので、はい、よしが、はい、そういうパワースポットありますよ。そうですね、なんだよそれバカウケって言ったらこのことだったんですね。これが開運バカウケ稲荷。おー、これを15分っていうのはやっぱり無理があると思うぞ。いや、あの15分間の間にすごいなんか塩気を欲しくなる。なるほどね、バカウケがある。このバカウケ神社はなぜできたんですか。はい、これはもともとその社長さんが、うん、もっと大きいあの稲荷神社から分家してもらって、はい、その自分の会社を大きくするためにこちらに建てたんですよ、うん、なるほど、はい、で、もともとベイカ稲荷っていう名前で、うん、栗山ベイカさんとかね、あのベイカ稲荷っていう名前で、うん、まあ、社員従業員の方とかにも親しまれてたんですけど、はい、うんうん、ここにね、あのいろいろ外からあのお客さん来るじゃないですか、はい、でそのお客さんたちもここに来て、うん、あのあ神社があるんだ、うん、稲荷さんがあるんだ、これバカウケ稲荷だよねっていうところから名前を、あそれいいねっていうのでバカウケ稲荷。なるほど。なんかさっきちらっと聞いたんですけど、はい、このお稲荷様が来てから、はい、バカウケ
がドンと世界にバカ受けたと、うんうんね、はい、なるほどなるほど。あのね、はい、俺ら必ず控え室とかに、はい、お菓子とかね、はい、あのつなぎっていうか、うん、タレントさんのところに置くんですけど、はいはい、必ずバカウケ入ってるんですよ。そうバカウケ入ってないの見たことないですね。バカウケ、うん、バカウケは絶対入ってる、はいはいはい、だからこうやって探してるんですよみんな、うん、これタレントさんが、はいはい、あれバカウケ探してるんですよ。ハッピーターンじゃないと、ハッピーターンも、うん、ハッピーターンとバカウケを入れとかなきゃいけないんですよ。でも大体みんな、うん、バカウケ食ってますね、うん、待ってる時。でうまいから全部撮影が終わったらなんか知んないけどみんなハッピーターン食ってるんですよ。なんかあるの、うん、あれ多分あの粉がついたりとかするのが嫌なんですね、うん、あの僕らもミュージシャンなんかレコーディングの時レコーディングハウス のスタジオとか ね、うん、それ大体ケータリング出てくる、うんうん、大体バカウケ入ってます、入ってるよね、うん、バカウケとあとなんかこうちっちゃいあのチョコレート、はいはい、そう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 、いやお姉さんちょっと僕はね、はい、ああちょっとよし、はい、ごめんなさい、非常に、はい、おみくじは、はい、引いてみますか、はい、バカウケおみくじ、バカウケおみくじ、俺は今日、俺が引いてみたいですよ、いいですよ、どうぞ、100円あります。ああ、ありがとうございます、ちょっと待ってください、あ、いや、すぐ出るよ、悪いね、後で返すからさ、俺娘にも1万円借りてんだよね。なんでです、1500円利子で取られちゃった、はい、じゃあ、ちょっとおみくじを取っ払いさね、はい、はい、じゃあ100円入れさせていただきます、はい、どうぞ、バカウケ稲荷お参りの仕方、はい、バカウケ稲荷の前で姿勢を正しましょう、はい、頭を深く2回下げます、2礼、はい、手を合わせて2回手を叩きましょう、2拍手、どこでお願い事をするんですか、最後に深く一礼、はいはい、では普段は天ちゃんですが、そうですね、私がやらせていただきます、はいはい、バカウケおみくじ、はい、ここでいいのが出たらちょっと機嫌が良くなるよ。そうですね、お、これマークが全部バカウケです。おお、かわいらしい。ドドドドドーン、はい、うん、はい、では行きますね、はい、おお、来た来た来た、これほら来た来た、ほら大バカウケって書いてます、大バカウケですよ、うん、願望まさに願ったり叶ったり学業体験型の学習が大吉、ほう、お、ほうほうほう、あ、ほう、恋愛相性抜群、発展の兆しあり、うん、仕事自分流の味付けが成功の鍵、はい、金運潤いますが衝動買いには要注意、おっと、健康よく噛んで食べよう、はい、街人意外と身近なところに、ほう、ラッキーアイテム情熱の赤色文房具、ほうほう、はあ、いいじゃないですか、ここにバカウケ稲荷の由来が書いてあります、ほうほう、バカウケ稲荷は栗山米菓本社の敷地内にある由緒正しいお稲荷様です、もともとバカウケ稲荷は今から50年ほど前、うん、米菓稲荷としてあられおせんべいの発展を願い、設けられました、ね、1990年代に入りバカウケが大ヒット、うん、そして2005年に発売15周年を迎えたバカウケのさらなる発展を願い、はい、バカウケ稲荷と改名いたしました、なるほど、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、よろしくお願いします、はい、さてこれを、はい、結果が良かった人はお財布や筆箱に入れておくといいことが起きる、そうです、はい、じゃあ早速後で、そうですね、そうですね、入れさせていただく、はい、はい、さて恒例の、はい、お賽銭のコーナー、お賽銭コーナー、よし、はい、まずは GTG の株、はい、GTG スタッフ、はい、GTG 応援してくれてる人たち、はい、アンチはもういいです。アンチも入れたらあげましたよ、ね、ないからですあ、なるほど、よろしくお願いします、はい、お願いいたします、
大丈夫です。ありがとうございました。ぜひですね、ほらどん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 新潟来てよかったでしょ。ほらただ一個だけ言っていい、はい、バッチリでございます。学業体験型の学習が大吉、うん、あそこに手焼き体験工場見学ってありますね。ほうほうございますね。これに誘導されてるような気がするそんなことはないです。さて、ね、おい、さて日本で、うん、もう僕カッパエビセンの時代じゃないと思ってます。ほうほうほう、うん、なるほど。ハッピーターン対バカオケでしょ、うん、なるほどなるほど。そうですね。それにあの星、うん、星食べよ、はい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 、あれがどれだけ追従していくか、なるほどなるほど、うん、そういうところですね。話だと思いますよ、うん、さてさてさて体験いきますか。体験いきますか。もしくは先にグッズ買いますか。グッズを買われるので、こっちから行きましょう。どうしてですか。いやこっちはもうこっちはこっちでまたゆっくりしたいから、ゆっくりしたいから、うん、そうです。なるほど。いやでも順番的にはこっちじゃないですか。まずこちらでいろいろね、買った方がいいですか。ありますよね。なんかプライベートでいっぱい買われる。いろいろお買い求めされる。バカウケ大ファンなので。はい、そうなんですか。でビールのおつまみ最高でございますからな。あ、そうですか。財布持ってくればよかったな。お前、いいですよ、持ってきて。そうかい。はい、持ってきてください。僕、はい、貸してるから。それ映しててもらえるといい。ああ、そうかい。買うよ。よいしょ。じゃあね、バカハイが。はい。いきますか。もうね。あのね、バカウケはね、本当にビールに合うんだ。なるほどな。あなたもそこそこ飲むようになったね。晩酌はあんましないですか。付き合いでは飲みますけど。バカウケでね、ちょっとビールとか飲んでみ。なるほどな。さあ、ここがお土産コーナーでございますね、はい、いろいろあるわけです。なやっぱりご当地の、はい、ご当地の、そして海運バカウケ、うん、新潟限定とかね、うん、これ、なんかお魚、あ、お魚のあれが入ってますね。面白いね。いろんな味のバカウケ、おみくじクッキー、これおみくじが入ってんだ。おう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 。へぇ、そうですね。なるほど、なるほど。マリンちゃん、ボリンちゃんね。そうですね。はい。よし。マリン、ボリン。それでは入ってみましょうか。はい。ほう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 。バカウケクッキーが満載でございますよ。いろいろとございますけど、うん、ね。これで、マスクと、ダニちゃんとボリンちゃん。はい。ダニちゃんとボリンちゃんですね。はい。はい、ね。フィギュア、うん。こういうのはね、皆さん買っていかれるんじゃないですか、やっぱストラップ。うん、ストラップ的な限定キーホルダー。キーホルダーね。感じで。はい。素晴らしい。あ、これが、ほらほら、海運の。シールだとかね。うん、そう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 。これ、絵馬もありますからね。ありますね。なるほど、素晴らしい。ございます。トートバッグ。この社長と言ったら話してみたいな。このバリンボリンっていう感性ってすごいと思います。いいですよね。うん、ポストカードだとか、うん、子供たちにはね、うん、バカウケノートとかね、うん、ありますからね。なるほど。バカウケタオル。さあ、何買われますか。これはね、やっぱり、ね、ここに来たからにはバリンちゃんとボリンちゃん買わなきゃいけないから。変わるんですね。バリンちゃんとボリンちゃんはこれね、ちっちゃいけど、あ、こっちのでかいのの方が、あの、ジェス君とかも喜ばれる。ないからこっちでいいの。ジェス君とか結構遊ぶのに喜ばれる。いいんじゃないですか、いいんだ。ボロボロにするんじゃないですか。ちっちゃいのこのバリンちゃんとボリンちゃん、これね、わかる、まずこれ買います。あとはね、ちょっと限定のね、あのバカウケをちょっとお土産に買っていこうかなと思ってるわけです。このキーホルダーは変われないで、携帯につけてると、かわいらしい。なるほどね。でも、我が輩ね、あの、やっぱこういう、ちょっと、あの、こう、立体的な方が。なるほど、バリとボリが。はい。バリとボリ。ね、ですね。ここに、ちょっと、買わせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしいんじゃないですか。さて。さて。やはり、おせんべいでございます。おせんべいですよね。限定セットですよ、これ。広告でしか売ってない。かなりの、結構な、しかもボリュームですからね。あ、これセットですか。はい、バカウケセット。ほうほうほう。はあ、あとこれもバカウケセットです。あ、そうです、ね、うわ、あ、これも非常にお得な1990円。うん、ね、あ、俺これが欲しいな。これ何ですか、福袋的な感じなんですか。まあ中入ってるから、まあ、全部これなんです、ね、これ入ってますよ、多分。限定のバカウケが、ね、ハルハルセットらしいですね。はい、はい、あ、ちょっと迷うな。あ、4箱買うと、はい、トートバッグ、なんとトートバッグがついてる。これは結構魅力、ね、そうですね。
これもそうだね、チョコまみれ、そうですね、チョコまみれ、あ、バカウケがチョコにまみれてる、なるほど、これ買うわ、おお、いいじゃないですか、これ家族のお土産、いいですね、でもこれチョコ溶けるね、多分そうですねガチゴチの中に入れてるとチョコなんですよね、そうですね、そうかい、うん、まあでもあれじゃないですか、ちょっと溶けたぐらいが、まあそうですね、もう僕はこれ買います、はい、わかりました、テグマさんはどうしますか、これね、ちょっと反対では発売、あ、反対でね、ずんだ、ずんだ、これご当地バカウケですね、要するに、ご当地、宮城ですよ、ずんだは、なんでこっちが北海道、ああ、そういう意味のご当地で、名古屋味噌カツバカウケ、でもやっぱり新潟限定のものじゃないですか、限定のやつを買うのが、そうなんですよね、これね、枝豆大好きなんで、はい、これちょっと注られるなと思って、この枝豆味、なるほど、枝豆系のスナックは結構美味しいですからね、美味しい、あの結構、あの、そうなんですよ、あと飛行しさで。ちょっとこれ我が輩このねバカウケの枝豆味、はい、新潟県系。なるほど。もうこれちょっと。うん。あとね、俺これ絶対これうまいと思いますよ。あ、絶対美味しい。それはやばいな。それも。うん。絶対うまいと思いますよこれ。うん。で、うん、でもここら辺買ったらいいんじゃないですか。うん、まあこれを買われれば。あ、ずんだが入ってない、うん。そうですね。ずんだが食べたい。そうなんですよ。我が輩大好きなんですよ。我が輩これで。なるほど、ね、はい、大丈夫です、はい、あ、そうですか、じゃあちょっと買います、ちょっと私もなんかね、はい、あ、買いなさい、手羽先、これ名古屋ですね、ここご当地ですかね、タレカツ、これ、あ、新潟名物、これもなんか結構後引きそうな美味しさですね、そうですね、そうですね、で、私こちらを、あ、わかりました、はい、買います、2つよろしく、よいしょ、いいでございます、はい、何これ？いちごチョコレート。すごい。なんか、うん、溶けちゃうんですよね、この暑さだとね。俺これお土産とか言って大丈夫でしょうか？あ、でもほら、うん、ガチコチの中はほら、クーラー効かせて。まあ、クーラー効かせておけば。大丈夫して。ちょっと私これも一個。ほう。一個ずつぐらい買っておこうかな。600円もしますよ。そこはほら。ない。せっかくね。使わせていただくんですか、 だったらこれ買った方が安いんじゃない、 いいじゃないですか、 なんかチョコレート的なものにちょっと惹かれる感じ、じゃあこれで1200円ですよ、 そっちは1200円、 あんま変わんないんですもんね、変わんないんですもんね、あ、これでしょ、カメラ回せ、カメラ回せ、では私これこれがいいと思いますか、こちらでよろしいですね、これがいいと思います、はい、なんかお土産ホクホクな感じです、はい、ね、そう君らも買うんだったらやっぱり、はい、マキリンに買ってってあげなきゃ、まあそうですね、そうですね、そうですね、じゃあ何でしょう、やっぱこうずんだにしたなる、ずんだこれでいい、枝豆の鉄板ですからね、はい、はい、そのこんなでよろしいですか、じゃあ買いましょうか、はい、あれなんで2袋も買ってたんですか、あのいろいろとあの近所に、あの近所 の、 あのなるほど、これ買った方が喜ばれるんじゃないですか、ちっちゃいお友達にね、いろいろとちっちゃいお友達的に、あ、一食がありますよ、あ、本当ですか、あ、ご試食、いろいろとご試食、あ、いいですね、これ何味ですか、あ、これさっき言ってたやつじゃないですか、うん、どうですか、どうですか、枝豆がいい美味しいんですけど、はいはいはい、うん、美味しいです、美味しいです、多分、うん、はい、あ、大丈夫です、あの、はい、回してるんで、じゃあまず私から入る、はい、はい、アンパンマンのひなあられですね、うん、うん、美味しい、こちらは普通のこれ結構ね、濡れおかきだ、濡れおかきだとか、こういうのも美味しいと思いますよ、新潟濡れせんべい、濡れせんべいいいですね、これもバカウケ以外のものもございます、ね、いや、チョコまみれっていうのはいいですね、単品発売されてないので、こういうふうにセットラインになっているんですね、はい、バリンちゃん、バリンちゃん、さて、ここまで来たら、はい、
このね、バカウケがどういうふうに、はい、いいですね、じゃあ見せてこんなに買っちゃいました、こんだけね、はい、大量にそうでございますな、いたわけでございますよね、こんなにすごいもんね、で、ここからおせんべいを作りに行きます、はい、そうですね、はい、行きますよ、はい、行きましょう浅草を、うん、こうおせんべい職人なるほど、はい、はい、いますはい、はい、お先に注意だけしていただきます、はいはい、こちらの木の部分は触っても大丈夫です、うん、こちらの木の部分から身の方は熱いので絶対に触らないでください、はい、トングを持ってください、はい、違う、やめなさい、違う、そしたらおせんべいは身に置いてください、はい、あ、もうこれはい、やばいです、身に置きましたらちょっと忙しいんですが休むことなくひっくり返してください、休むことなくひっくり返すせんべい、ひっくり返して、あとどうもせんべい炊き始めてもう50年になります、あ、もう結構な手だれの、見てもよろしいでしょうか、あ、どうぞせんべいをやるのに、やっぱ心かな、心、うん、せんべいが一番大事なのはね、心、心を込めて、うん、ね、なるほど、これをずっと50年間ね、はい、デッチ奉公から始めて、はい、うん、このトングを持ってこうやるまでに20年かかった、うん、なるほど、ね、うん、ねえ、でもお子さんに翼を増えるのか、お子さんそろそろあの今年高校生だと聞いた、あ、高校生でね、大宮西高校に入って野球やってるよ、はい、せんべいの道には行かないんですか、せんべいの道、うん、うん、まあ、継がしてくれたら嬉しいけどね、うん、まあ、でも俺この道50年って言ってるよね、デッチ奉公、俺いくつなんだよ、えそう、いや、置かれてんの、いや、もう、これを買ってくるの任せる、えいや、親方でしょ、だこの道50年じゃん、50年がいいんだけど、うん、暑いんだよすごいね、やっぱここにいるだけでも熱気がきます、うん、来るでしょ、溶接やってるみたいな似てますね、確かに、これいい感じですね、いい感じ、こうね、平らにもなって、うん、こちら、お絵かきしやすい面を上にしてお盆に置いてください、はい、もういいですか、はい、どれだろう、まあ、どちらでもどっちもおったんだよな、どっちかな、はい、はい、こちらこれで完成です、はいはいはい、で、熱いうちに、はい、いい仕事できたよ、はい、熱いうちにお絵かきをしてください、熱いうちに、かんたくん、いや、かんたくんって言われても、あの、サインのやつ、うん、サインとかんたくん、なるだけ薄くガチいいですね、うん、ガチ、ちょっと上の方濃いかもしれない、もうちょっともう少し薄くても、あ、そうなんですか、うん、これぐらい、それぐらいでいいと思う、ベーグー、はい、カンタ君、カンタ君のごめんなさい、かけないですよ、ちっちゃくちっちゃく、うん、見えるか見えないかぐらいでもいいかもしれないですね、まあ、塩、うん、よし、あーあ、いいですね、もうちょっと俺は濃い方が好きなんで、うん、はい、ですね、はい、はい、これよろしいですか、はい、はい、いいと思いますよ、ね、これでいいですかね、こんな感じでよろしいですか、いや、まあ意味ないですね、味付けのつもりですからはい、味汗かいてるんですよ、これで、再び、はい、これをどうされるんでしょうか、また再び焼くんですか、ました、はい、また焼きます、また焼くの、よし、天狗、はい、じゃあお前がやろうか、お前が、はい、どうやら私の弟子になりたいらしいな、これを焼け、分かった、分
なるほど。あの方はどこへ行かれるんでしょうか。ちょっと温度の方上げましたので、はい、2本のトングを持っておせんべい高い位置に持ってきてください。高い位置に持って、はい、これぐらいの高さまで持ってきてください。書いてある方をしたんでしょ。そのままで大丈夫です。そのままで大丈夫です、はい、このようにこれだけですか。はい、絵を描いてる時におせんべい冷めてしまっていきなり熱い網の上に置いてしまうとちょっと割れてしまうので、今おせんべい温め直してます。なるほど。せんべいが温まるまでそのまま当ててください、はい、この姿勢で。そこ、そこで暑かったら休憩しながらでも大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。何を、何をごそごそされてるんですか。落ちるんですよ。このようにね。ここだったら、はい、この作業は、うん、10年修行しないとやらせないけど。ああ、なるほど。今日は特別に。今日は特別に。ひっくり返し5年持ち上げ。今なってた。待って、わかったキープだから。あ、キープだった。早く、そんなことやって。はい、早く、早く焼いてください。お、おお、いい焼き色ですね。美味しいにして焼き終わせてくるんですね。もうちょっと焼き色つけた方がいいですね。絵の方がちょっと焼き色つけた方がいいですね。絵の方ちょっと長めに入れてください。はい、長めに入れてください。均等に焼き色をつけないと、はい、ではこちら絵を下にして横に置いてください。つまみのテーブルの方でお醤油の方を塗ってください。お、いい感じです。いい色ですね。はい、いいですね。はい、絵を下にしてお盆に置いてください。はい、絵を下にしてお盆に、はい、つまみのテーブルの方でお醤油を塗ってください。はいはいはい、ガチせんべいだよ。手を上にして。はい。手を上にしてお醤油つかなかったら大丈夫。でも濃く煮たって。ちょっと。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。今度おせんべい冷まして完成になります。はい。お盆の方入れてください。はい。さあ、いよいよ最終工程ですね。はい。なるほどなるほど。あ、おお。あ、ここ、え、涼しい。冷ましてる間にセットなので、はい、若受けの着付け体験と薄焼きの方、はい、よろしくお願いします。はい、こちらの若受けの着付け体験の方、はい、ください。若受けの味付け、若受けの味付け、これはなかなか貴重ですよ。おお、ここで若受けの味付け、若受けがなるほど、プレーン状態で、プレーン状態でございますね。これがプレーン若受けでございます。若受けいろいろと味付けをしていく。はい、好きな味を1種類選んでください。1種類いろいろありますよ。僕はあのカニ味どうかな。ああ、いいですね。1個もらう。新潟だけに、はい、新潟だけに、うん、はい、プレーンバカウキが、じゃあカニ味を、じゃあおせんべいを袋に入れてください。はい、ほい、はい、はい、そういうことですね。ほう、ほんで入れて、スプーンの半分を袋に入れてください。スプーンの半分入れましたら、シャカシャカ振って味をつけてください。なるほど、これぐらいで、これぐらいで、はい、いきますよ。はい、はい、
シャカシャカポテトの。なるほどなるほど。はい、じゃあこれで完成。はい、それはそれで完成です。送、はい、っていただくかテープで貼っていただくかそのままそのままお召し上がりに、はい、どうぞ。いかがですか。バカウケ。カニ味。カニ味です。あ、バカウケ。バカウケ。これでハッピーターンだったら気持ち悪いけどね。あ、なるほど。こうやって作ってるんだ。なるほど。美味しかったでございます。はい。うん。もう。あ、結構あのスプーン半分の量でも結構な味がつくんですね。あ、ありがとうございます。大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。はい。また最後に一周したいと行っていきます。はい。先ほどと同じように銀のところは熱いので、またパンダの先も熱いので、またせんべいを。わかりました。コツが分かりました。そうです、はい、もうやってます。今度薄焼きなんで結構大変だと思うんですよ。逆になんかひっくり返しにくいってよかったら手に取っていただいて結構抑えながらやっていただくと、ね、やすいかも。そこのところは分かってるから2個あれば無理でもう大丈夫。なるほど。パッパッパッパ行かないといけない。はい、ありがとうございます。先ほどまで早く焼きます、はい、あ、はい、なるほど。こうね、押してもいいっていうのを知らなかったから、ね、押しちゃいけないのかな、うん、全然大丈夫、割れるんじゃないかな、はい、大丈夫です。結構抑えながらグッとしたいから。最後の醤油を塗ったりする工程が一番割れやすいそうですね。あ、そうですか、はい、そこが最新の注意を払うところですね。社会見学なのにすぐどっか行っちゃうからね、はい、うん、まずいの高校生対バーサスも負け、はい、今回はバカウケにやられそうだね。いいじゃないですか。何年があることが一つ、はい、やっぱ炭水化物の塊なんで。まあそれはね、トラベル来てるときはもう安心しましょうと、ね、だんだんそのおせんべいの形になってきましたね。さっきの特大せんべいが5分ぐらいだったので、だいたい 2,3 分ぐらいだったんですかね。なんでかね。なんかそういうあれじゃないですかね。あれ、俺作る工程をもう忘れました。まあまあ、いいですよ。これでいいんですね。はい、そうですね。一回を、ね、お姉さんがいいですよっていうぐらい。ひたすらひっくり返して。皆さんやられてますね。やられてますか。割れちゃったちょっと。あ、割れました。だんだん硬くなってくるね。あ、結構割れる。もう大丈夫ですか、ね、もうこれぐらいですか。はい、そうです。大丈夫ですかね。醤油でもう少し両面きつね色になるまで。あ、なるほど、ね、きつね色になるまで。もう終わったかな。ちょっとさすがにもう飽きました。両面均等にあれしないといけないので。なるほど、こっちは結構そうですね。これでどうですか。あ、いい感じです。あ、いい感じ。一気に色変わる。一気にきますね。なるほど。見てください、これでしょ。はい、ジュワーって色変わってくるんですよ。そうですね。おお。あれ、これちょっと美味しく焼けたかもしれないよ。いい感じじゃないですか。いい感じですね。いい感じです。田川製菓。お、田川ベーカー。これでどうでしょうか。よろし、そろそろよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、はい、置いていただいて、はい、そして、はい、はい、はい、
おーっと迷うことなく出ました、出ました、激辛じわじわする辛さですよ。デザートつけちゃえばいい。そうですね、はいはい、こんな感じで、はいはい、こちらに紙がありますので、はい、1枚取っていただいて、こちらに紙で挟んで食べてください。なるほど、な、な、なんだってその場で出来たてをお召し上がりください、ね、これですね、はい、どう、はい、じゃあよろしくお願いします。結果、はい、出来たてほやほや、いかがですか、パンダ全然違う方向じゃないですか絶対食べれない。辛い。結構いきましたよ。結構いきましたよ。いや、そうでもないですね。そうでもない。あ、そうですか。うん。大丈夫です。あ、もちもち。そうでしょう。うん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 。何やってんの。なんでこれ選んだ。じゃあ、私もちょっと、うわずっと我慢してたんです、あなたのリアクションが来るな、ああ美味しいです、まあ、あ、でもこれ美味しいよ、美味しいございます、ねえ、もうヘビーな辛さが、もう早く終わんねえから美味しいですけどね、あ、美味しいです、あ、これすごい美味しい、あ、はい、あ、もう完成ですか、うまい、完成だぞ、完成、はい、はい、カンタ、ガチトラブル、ジジジ、マッチョ、よし、ね、なんか黒いの、なんであの僕の名前の隣にうんこマークみたいなのこれ、なんか書こうと思ったんですよね、見てください、こちらの方の作品素晴らしいですよ、いいじゃないですか、はい、ジジジ、おばん焼きというか、せんべい、完成でございます。完成でございます。はい、お願いします。このピントも、はい、ピントもね。はい。そしてこの台を一番下まで下げてください。はい。はい、大丈夫です。完成。はい。素晴らしい。じじ、工程でイエーってやめません。出来上がりました。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。非常に楽しゅうございます、ありがとうございました、素晴らしい、これは有料課金してくれた方の、はい、抽選で、はい、1名の方に、はい、ざまあみろどうやって送るねんって話、いや、非常に、はい、面白かったし、そうですね、楽しかったですね、はい、楽しかったですね、うん、新潟来たらここですよ、ここ来たら間違いないです、間違いない、間違いないです、絶対面白い、はい、面白い面白い、ね、おせんべいも美味しいですね、はい、だって爆受けだから、そうですね、間違いないです、ね、まず間違いないです、うん、いいからさ、これがだって1700円でここまで楽しめるんですよ、うん、ちょっとしたアトラクションね、ちょっとしたアトラクションですよ、ね、千葉なのに東京なんとかとか言うね、どうなんだ、1万2万かかりますよ、そうですね、うん、知ってますかミッキーハマウスホーン、うん、まあまあまあそこはね、そこはまあいいんじゃないですか、はい、うん、とまあそんな感じで、そんな感じで、はい、非常に、はい、ね、トラベルらしい番組、はい、バカウケせんべい王国、ありがとう、ぜひ、はい、んで、でも絶対まだ新潟はダメなんで、いや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 、ここまで楽しめてるじゃないですかね大丈夫です、では、はい、ここから先はよろしくお願いします、はい、始まりましたって夜でございます、あのね、はい、何でか知んないですけど、全然眠れないんですよ、あの寝つきのいいカンちゃんが、カンちゃんが、うん、え、でもそれあのこう寝つきが悪いとやっぱこう体がこうやっぱなんかこううまくこう動かないとかこう具合が悪くなるとかあるじゃないですか、はい、それは大丈夫ですか、まあ、それは全然大丈夫です、ほら、うん、ほほほ、テンションがあんまりマックスにはならないまあまあ寝てないですからね、寝てないから、ね、まあそれは誰でも
誰でもそうですもんね。だからもうあんまり心霊スポット行きたいんですよ、行きたくないんですよね。行きたくないんですよ、あの、うん、寝不足はやっぱり、うん、いやそれは体に悪いですよね。良くない、良くない、良くない、それは良くない。寝てくださいね、みんな。そう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 、睡眠は大事ですよ、うん、本当に大事、本当大事だね。あのね、若いうちにね、あんまり徹夜とかずっと続けると良くないですよ、うん、あのね、多分ね、40、30、そうだな、中盤ぐらいからガタンきますよ。マジで来ますよね。わかります、わかります。うん、なんていうのかな、病気にもなりやすくなるし、うん、うん、そう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 。まあ僕はどこでも寝れた男なんで、はい、昔トイレで寝てましたもんね。洋式便所、はい、もう全然寝れんじゃん。はい、だからドラマの撮影とかになると、はい、下っ端だったらね、ほんとね、2週間の撮影でね、はい、合計で10時間寝てないっすよ、うん、ひどい現場になると。なるほどね。だから、あれこの前寝たんいつだっけみたいな、うん、うん、っていうぐらいまでな、うん、でそのどこで寝たりとかするかっていうと、トイレで寝るんですよ、はいはい、5分間だけ、はい、5分だけ、うん、でもね、5分寝たらプシーってなりますからね。おー、だからその5分間が深い眠りに入ってるんですね。そう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 、うん、1回ね、5分じゃなくて2時間寝ちゃってね、トイレで。はいはい。当然戻るじゃないですか、現場に、はいはいはい、でまず直属の上司である制作の担当のプロデューサーが、はい、かんちゃんどうしたんだよ、はい、ずっと探してたんだよって言った。あ、すみません、美術の人に呼ばれてずっとやってました、ごめんなさいって行くと、美術の人がかんちゃんどこ行ってたんだよ。あ、もう制作の方で大変だったんですよ。うまいこと言ってた。うまいこと言ってたって両方がお互いに探してたんだ。そう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 、うん、まあバレてるんですけどね。当たり前でしょ。いやもうね、しょうがねえっていうのがあるんですよ、うんうん、うん、それはね、ここはじゃあ暗黙に許してもらえたら、うん、まあ後で自分でゲロるんですけどね。実はあれ2時間寝てましたって言ったら、もう頼むよとか言って、カンちゃんいなきゃあれなんだから回らないんだから、うん、すいません2時間だけ休ませてもらえ、頑張りますかその後、はいはいはい、お互い嘘ばっかりついてる。俺がいなくたって回るんだよ。でもそうやって回していくのってもういつものことですからね。そうだね、うん、体を壊しますよ、うん、そうですからね。だから俺みんなとね、例えば宿なんか行っても、うん、布団で寝ないでしょ、はい、寝ないんですよ、本当ですよ、うん、畳だったらもうそのまま寝ちゃうでしょ、うんうん、ものすごい寝つきの速さですよね、うん、2秒ぐらいで寝るからね、マジで。でその畳は全然苦にならないんですよ、うんうん、だって監督あれじゃないですか、我々とねなんかこう一緒に寝るときに、うん、ちょっと前までレッスンやってたかと思います。そう、それでは諸君お休みって言った瞬間に寝てます、ね、寝てます寝てます、ギリギリまで起きますから。だからね、でもこんなに寝ないのは久々ですね。あ、本当ですか、うん、例えば泣ける切ない怖い話、はいはいね、田川寛太のタブだったら出てますけど、はいうんね、あれね5日間かな、はい、5日間というかロケ始まる前に準備してて2時間だけ寝たんですよ、はいはい、そっから4日間一睡もしてませんから、マジですか、うん、ほんと一睡も、はい、例えばですけど、はい、ちょっとうつらとかね、うん、そういうのあるじゃないですか、はいはい、もうそういうのないですよ。もう4日間ずっとおはようございます状態。マジですか。うん、え、何、もうそれはもう完全にハイテンション入って、違う、もう寝る時間なんてないんですよ。ずっと撮影されてたんですか。そう、3日間しかね、撮影が撮れないんですよ、予算で、はい、うん、なるほど。3日で納品しないといけない。そうそう、3日でもうアップしなきゃいけないっていうなると、うん、もう寝てる時間ないんですよ、はいはい、だからみんな気使ってその移動してる間に監督寝てくださいって言ってくれるんだよ、はい、寝れるわけないじゃん、うん、そんなみんな寝てないのに、うん、と思ってたら結構ね休憩交代交代してみんな寝てるんだけどね。いやそうじゃないとな、そうそう、だから逆に俺は寝ろって言
って、はいはいはい、みんな寝かしてたんですけど、さすがの最終日は、幻覚見ましたね。ほんまですか。あれはそういう中で作ってるんですよ。それも疲れとかも半端じゃないですからね。素晴らしい作品ですかね。ボロクソ言われたんだから。僕が一番好きな多摩監督作品はメールですか。いや、あのね、俺も出来はそんなに自分でもいいと思ってないんですよ。いろいろね、予算の問題とかあんなん考えるともっとこだわるべきだったなって。いや、もうこだわれないんですよ、はい、なんだけど俺もあれは一番頑張ったなっていうか、嫌いじゃないなっていう作品ですけどね、でもあれがね、3日目の夜ですよ、はいはい、なるほど、もう全然まさに幻覚を見た状態。そう、幻覚を見た状態で終わったのが朝の5時です。はい。そこでかかりますね。でその後に片付けやって、はい、事務所に戻った時はもう11時ぐらいだったんですよ。はい。もうほんでもうダメ、家帰れないって言って、もうそのまま寝るって言って起きたら次の日の11時だったんですよ。マジっすか。12時間。あ、24時間ですか。あ、俺20分しか寝てねえやと思ったら、はい、丸一日丸一日だったんですよ。そんなことありえないと思うでしょ、はい、うん、俺もありえないと思ってたんですよ、はい、なぜなら俺の大学の先輩がもう寝るのが大好きなんですよ、はいはい、下手すりゃ俺はもうずっと寝てたいっていう、死ね、死にゃいいじゃないですかって言ってたんだけど死んじゃえばいいじゃないですかそれいいだけど、もう、寝るのがすっごい好きなんだって、はいはい、でほっといてもう俺は起きねえと思ったら俺は何時間でも何十時間でも何日でも寝れるっていう人なの、はいはい、うん、で麻雀やってて、はい、鉄板やったんですよ、はいはい、ほんで俺は授業があるからすいません先輩俺も帰りますわって言って、うん、みんなで解散だったんだ、はいはい、それが11時50分なんだ、はい、で先輩はもうもうほとんど授業ないから、うん、麻雀片付け終わってちょっと食事して、はい、テレビ見て寝ようと思ったの、はい、ほんなら笑っていいともが始まったわけ、はいはい、ほんならテレレレレンテンテンテン、うん、ゲストが出てくるよね、はい、うん、ああこいつかと思った瞬間に寝たんだって、はい、うん、はい、ほんであ寝ちゃったって起きたら、はい、そのテレフォンショッキングの人が変わってたって。マジですか。ゲストがそうマジですか。変わってたって言ってあれって言ってすごいですね。その間一回も起きなかったって、はあ、すごいでしょ。すごい、へえ。そう、分かりやすいですよ。そうそうそうだ、その音聞いて起きたっていう。なるほど。あ、寝ちゃったって人が変わってたあれって言って、あ、その寝てねえかなんて思いつつよく人を見たらそうそうそう、親と24時間寝てました逆は結構ありました。すげえ寝たと思ったら、うん、2、3時間した。そう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 、あのね、ヨシはね、これからどん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 ね寝れなくなりますよ違う違う、あのね、今昼まで寝ようと思ったら寝れるでしょ。寝れますね。うん、俺ら絶対寝れないですから、昼までなんて。もうどんなに疲れてても5時には5時6時には目覚めちゃうんですよ、はいはいはい、パチって言って。確かに。これどこよ、まっすぐね。まっすぐです。おう、これ右左どっち。これは、右でございます。これで大丈夫ね。これで大丈夫ね、はい、どんなに今日明日昼まで寝るぞこの野郎って言っても、うん、7時には目覚めちゃうっていう、うんうん、そうですね。でも結構兆候は出てきてます。あ、そう。もう今日は結構いけるなと思って、うん、次の日オフだなと思って結構徹夜でなんかゲームとかしてて、はい、あ、じゃあここからゆっくり寝るぞと思ったら結構8時9時ぐらいにパッと目が覚めた。そう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 、もうね、それ年ですよそう、残念ながらね、それは年だな。もうね、寝るのって体力いるんですよ。いります、いますいます。結構疲れんですよね俺の後輩がね、はい、うん、
あー、田田さん、寝るより楽なことないですかね。もう死ねえよお前って言ったもんね寝るより楽なことないですかねお前もう死んじゃえばいいじゃんいや究極です、究極ですよねえ、なんでしょって話まあね、そういう話なんですよ。なるほどね。だからもう最近はね、もう寝れない、寝れない、うん、朝もでね、結構早く起きます、早く起きて、うん、早く寝ちゃう。何時に寝てますね。もうね、10時になるともう眠くて眠くてしょうがないの。もうだから、あの月曜日ピンポンダッシュがね、はい、結構やってないんだ眠くて結構寝落ちの率が多くなってその寝落ちとかいうレベルじゃなく落ちちゃうんだもん、うんうん、最近でもリスナーの皆さんもね、GTG の皆さんもね、うん、分かってきてます。そう、まあ、これはもう行くなって思って、うん、スッと、うん、そっからあれです、筆談会、そうそうそうヨシがいたらヨシが仕切るんですよコメントで交流深めて、うん、さて、はい、今日の場所は、今日の場所はございますね、トンネルでございます。トンネル、うん、トンネル、トンネル久しぶりな気がするんですけど、久しぶり久しぶり、マセトンネルですね、もうあの道自体を閉鎖されたりのでハイトンネルになるんですかね。おう、でそこでですね、親子の霊がそのトンネルの中に出てくるらしいんです、うん、ハイトンネルっていうのは結構歩くの。いや、そんなに歩かないと思います。ただそのトンネルまで行く道がちょっともうやっぱ塞がれてるので、うん、まあ、間近まで車はつけれないのでちょっとは歩きます。ハタトンみたいな感じ、あんな感じです。ただ、あそこまで分かりづらいわけじゃないです。なるほど。あとどれぐらいで着くんだろう。あとどれぐらいですかね。ジャンルのベスト10って作れると思いますよ。あ、そうですね、一個行ってますからね。ここのトンネルはねみたいなね。そうですね、これ60キロで走ってるんですよこの道、はい、今車線越えて行きましたね。行きましたね。結構飛ばしますよ。いやいや、だからもうみんなね、なんだろうね、もう疲れてるね、なんか。まあ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 、やっぱりここまで来るのだけで4時間近くかかるわけじゃないですか。移動だけで結構かかってます。またそんで今回のね、新潟もいろいろあったじゃないですか、うん、まあ最初のね、あの勢いから改心しとかね。改心してませんよ俺は行きますよ、まだまだ。これからはね、これからまだ始まったばかり、うん、そう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 、まだ始まったばかり、これは戦いですからね、うん、これから夜はな。夜になるとまたこれ急に雰囲気変わるからね、ガラッと変わるよね。あー、でも新潟はなんもないですねそんなことないですね。いろんな一面、でも多分ですけど、はい、今回のトラベルで、はい、まあこれからも行くんですけど、はいはい、ほぼ新潟は制覇したと思うんですよ、はい、もうもう危ないと言われてるところは、はい、もう佐渡に行くしかないんですよね。うん、そうですね。新潟、うん、
佐渡はこうなると行ってみたいですね。いや、いいとこですよ、うんうん、だってあれ羽田から走って飛んでんでしょ。あ、飛んでるんですか。あの佐渡空港ってあるんでしょ。ほほほ、うん、おお。でも飛行機使うっていうのも手かもしれないですね。とうとう飛行機を使う。いや、まあ、ガチゴジはさすがに乗せれないので、うん、どうするか。レンタルばかりです。まあそうですね、そういうことになりますな。佐渡って名産なんなんですか。トキ。あ、佐渡がトキか。あ、佐渡にいるんですか。そうか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 。あ、もうあの外国人になってしまいました。うん、あちゃらせのね。あとは海産物でしょうね。海産物、佐渡はね。そうです ね、 いいですね。あと金が取れるらしいですよ。金山。うん。マジですか。うん。ちょっと取り行きましょうよ。当たり前ですよ。砂金のなんかこう取るような体験金額みたいな。あ、本当。へえ。じゃあちょっとそれはあれだな、ちょっと欲を持ってね。欲を持って、欲を持って、田川寛太のね、もう持っている全ての欲を持ってね、はいはい、金掘りいきましょうよ。なるほど。こんな塊取ったらどうします。いや、もうそのまま逃げます。逃げるっていうかね。そうそう、言葉はあれですけども、まあ逃げます。そんな塊取ったら結構もう1食えるぐらいじゃないですか。どうでしょうね。そうか、そうです。結構、もうちょっとのあれでも。でもね、あの株とかね、あんなん買うよりは金持っとけってよく言いますね。ああ、そうなんですか。あのね、アメリカはもうドルやめたいんですよ。はい。ドル紙幣やめたいんですよ。はいはい。うん。そうなんですか。うん。ほんで今までの全部チャラメみたいな、はいはい、特製例みたいな出して、うん、金貨にしたいっていうのはあるらしいんですよ。あ、なるほど。うん。へえ。よく。金貨買っとけ、いやっていうか金買っとけとか言うのはそういうことなんですよ。なるほど、ね。うん。結構あの紙幣やら貨幣やら本当にあれです。暴落したら紙切れるみたいになりますよね。金を持っとけば。あのね、大塚に事務所があった時に、はいはい、パチンコタイガーって店があったんですよ。はいはいはい。あったんですね。はい、はい。で、まあそこで僕はねぐらにしてですね、ジグマみたいなことをしてたんですよ、はい、でそこの景品が金なんですよ、はい、マジっすか、うんうん、金で交換するんですよ、はいはい、で金の売買なんですよ、要は景品交換。なるほどなるほど。だから変動するんです。はい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 。なるほど。その時の価値。そう、へえ、うんうん、10日になったり、7枚になったり。そうそうそう、そういうことだ。なるほど。タイミング間違えたらね。はい、うん、それそれで面白いです。前あの紹介してくれたあそこですか。そんな大きくない。うん、あ、そうそうそう。ああ。雰囲気が出てきましたよ。この長いトンネルをくぐり、そのうち出てくる。この道沿いなの？この道からちょっと外れます。あのね、全くといいほどの土地感がね、うん、ないんで、はい、あのこの道が永遠に続く感じがするんですよ。わ、うんうん、かりますわかります。おう、ほんでね、新潟なんでか知んないけど、うん、その東南シャーペー、はい、東西南北ね、はい、あの働かないんですよ俺。だから結構よしが、はい、2つ目信号左ですって言って、え、嘘って言って、はい、結構言うでしょ、うん、でも左なのって言って、うん、俺的には位置的には右だなっていうふうに思ってるんだけど、はい、なんか全然合わないんですよ。あ、今回でもそういうの多いですね、うんうん、どこ走ってるのか分かんないってよく言うじゃないですか、うん、海沿いってのもありますしね。なるほどね、うん、あるかな、似たり寄ったりな感じもずっと続くんで、はいはい、徐々に近づいてはきております、はいはい、これさ、はい、心霊スポットの前に
てえなと思ってたんですよ。はいはい。なんだかんだ言って今日一日何も食ってないですから、はい、そうですね、そうですね、食いてえなと思ってもなんもないねこの辺は。うん、そうてくな、なんもないのも程があるでしょ。ははははははは。なるとね、うん、店も構えてもねっていうのがありますからな、はい、何もないんですよ、本当、うん、ないです。自動販売機さえないんですよ。ないですね。コンビニもないですもんね、うん、コーヒー、コーヒー飲みますか。コーヒー、コーヒー。これ今日2本目だよね、これ。そうですね。40グラム糖分計算されてる。40グラムは取りすぎだな。大丈夫ですって。なんで？またそれで運動すればいいじゃないですか。いや、運動すればいいじゃないですか。大丈夫、大丈夫ですよ。出張に行くんじゃなくて、多少は入れとかないと。ああ、うん。アホですからね、今。多少は入れとかないといけないんですって、マジで。人の名前が出てこない。もう5分10分ってことで、うん、そうですか。じゃあこっから先は有料でございます。ご飯もお待ちしてます。ここから温度が変わる。え、水面に顔だけ出てるんですよ。引きずられた人っていうのは、はい、イメージ的にはガボン中に入っちゃう。え、違う力を維持するために、はい、あそこの水をずっと置いたままにしてるの。ほほほほ。そこの点在してる人間にこいつのことを教えてるの。